恋飼育型恋飼育型と、草魚鯉は鯉目鯉家に分類される魚で、比較的流れが緩やかな川や池、沼、湖、溶水路などにも広く生息する大型の淡水魚。ニゴイとは、同海や嫌かの関係にある。鯉の語源は、体が鯉いていること、または味が濃えていることに由来するという。別名は、マゴイ、の鯉。アレクサンダー・フランシス・ライドンによる鯉。 に足が存在する。東アジア原産の三つ目の亜種、CC ヒーマタプタースは過去に認められていたが、近年の出典はこれを C ルーベロファスカスの学名のもとで別種として扱っている。純粋な方のヨーロッパの鯉と様々なアジアの金煙種は係数形質によって分類することができるが、それらは異種交配できる。ヨーロッパの鯉は金魚とも異種交配可能である。 恋は外見が同和海賊の船に似るが、頭や目は体に対して小さい。糞は船よりも長く死んださせることができる。また、上顎後方及び広角に1体ずつ、触覚や味覚を感知する口ひげがある。体長は約60センチで100センチ以上に達するものもある。飼育されたり養殖されてきた系統の個体は、体高が高く、動きも遅いが、 野生の個体は体高が低く細身な体つきで動きも割合早い。死由を外観で判断することは難しいが、体はメスの方が大きく逆にオスの方が頭が大きい、オスの方が体がやや細くて胸びれが大きく角張っているなどの特徴がある。またメスの胸びれは丸型をしている。食性は雑食性で水草、貝類、糸ミミズなどを食べる。その他、 昆虫類、甲殻類、他の魚の卵や小魚、米粒、とうもろこし、芋、麩、パン、カステラ、うどん、カエルなど、口に入るものなら、大抵何でも食べる。口に歯はわないが、喉に咽頭歯という歯があり、これでタニシなどの硬い貝殻なども砕き割って飲み込む。さらに口は開くと下を向き、固定の餌をついばんで食べやすくなっている。なお、鯉には、胃がない。 鯉科の特徴として、ウェーバー器官を持ち、音に敏感である。またヒゲには、匂いや味を感じる器官がたくさん集まっており、この感覚器を、未来と呼ぶ。産卵期は、春から初夏にかけてで、この時期になると大きな鯉が浅瀬に集まり、バシャバシャと水音を立てながら、水草に産卵、縫製を行う。一度の産卵数は20万から60万ほどもある。卵は、 直径約2ミリで水草などに付着し、水温が20度あれば4から5日のうちに孵化する。稚魚はしばらく朝場で過ごすが、成長につれ深場に移動する。寿命は15から20年。生命力は極めて強く、魚にしては長寿の部類で、稀に70年を超す個体もある。 鱗の年輪から推定された最長名記録は岐阜県東白川村で飼われていた花子と呼ばれる個体の226年だが、これは信憑性が疑問視されている。長寿であることのほか、汚れた水にも対応する環境適応能力が高く、しかも水から上げてしばらく水のないところで置いていても他の魚に比べて長時間生きられるようである。低温にも強い。 川の中流や下流、池、湖などの淡水域に生息する。飼育された鯉は流れのある浅瀬でも泳ぎ回るが、野生の鯉は流れのあまりない深みに潜んでおり、産卵期以外はあまり浅瀬に上がってこない。滝を登るということがよく言われるがこれは中国の神話伝説の類に由来する言い伝えであって、普通程度の大きさの鯉が滝を登ることは通常はない。 鯉はジャンプが下手であり、もじりという水面下まで上がって反転する行動が、一般にはジャンプと誤認されていることも多い。ただし小型の鯉は稀に2メートル程度の高さまでジャンプすることがあり、この場合は滝を登ることがあり得るものの、格別に滝を登るという習性が鯉にあるわけではない。漁師や釣り人などから養殖され、放流もよく行われている体抗の高い鯉と、 琵琶湖などの湖や四万十川のような大きな河川に見られる太鼓が低い鯉の性質が著しく異なることが古くから指摘されていた。後者は、ごいと呼ばれて前者の系統で野生繁殖しているものと区別されており、シーボルトなど従来より、この相違に注目する研究者も多少はいた。21世紀になって、 コイヘルペスウイルスによる感染症の流行で捕獲しにくいのコイの死体が多数得られたことから、これを用いて遺伝子解析した研究が2006年になって報告された。それによると、外来の対抗の高いコイとのコイは、種レベルに相当する遺伝子の差があることが報告され、日本列島在来の別種として、新種記載の必要性も指摘されている。 イ本来の分布中央アジア原産。もともとはユーラシア大陸が自然分布域だったが移植によって世界の温帯、亜熱帯域に広く分布している。日本でも全国的に分布。イの CT スキャンモデル日本のイは大昔に中国から移入されたと考えられ、縄文時代の貝塚からも化石が発見されている。しかし、関東平野や琵琶湖に、 野生の鯉が分布することや、古い地層から化石も発見されていることから、日本にも、もともと自然分布していたが中国からの移入がありそれが広まったとされる。シーボルトの日本動物史においても、サプライネスカニロストリス、サプライネスメラノタス、サプライネスヒーマタプタースの3種が紹介されているが、学術的にさほど注目もされず今日に至っている。欧米でも、 ドイツなどでは盛んに養殖され、食用の飼育品種も生み出されている。北大東東の異様に細長いコイコイによる生態系の破壊問題鯉は、都市河川などで川をきれいにする目的で河川の環境保護の一環として放流される種でもある。しかし、鯉の本来の生息域は大河川の下流域や大きな湖で中小河川に放流されると、 他の魚の卵や事業を大量に捕食してしまうことがある。こうした放流について、地元の固有種との交雑が起こって何万年もかけて、気づかれてきた固有種の絶滅を懸念する声もあるが、当事者には全く意識されていないのが現状である。また、キゴ鯉の放流が原因と推測される、コイヘルペスウイルスによる感染症が地元のコイに蔓延し大量死する事件もある。また、 恋は、定生生物や水生植物などを根こそぎ食べて、しまうという影響もある。同じことは、使用種でない恋についても言える。恋は、体が大きくて、見栄えがするため、恋が住めるほど綺麗な水域という、極めて安直な種子で自治体レベルで川やダムなどに放流されることが多い。しかし恋はもともと BOD 値の高い湖床や河川を、好んで住みかとする種で、 低酸素環境に対する高い耐性がある。これは、生物界における一般的な基準からすると、他の生物の嫌う水質の悪い水域にしか生息できないことを意味する。実際、逆に水質が良い小川の石の内部に放流した西木鯉が餌の問題から大量に餓死する例も報告されており、鯉が住めるイコール綺麗な水域という図式は成立し得ないことがわかる。 市街地の汚れた河川を上から眺めれば、ボラと放流された鯉ばかりが目につくということが多々ある。しかも鯉は、各種水生生物を貪欲に食べてしまうので、往々にして、河川環境の単純化を招きかねない。生物多様性の観点からすれば、もともと鯉がいない水域に鯉を放流するのは、有害ですらある。日本では、外来魚である、ブラックバスの問題がたびたび引き合いに出されるが、 上述したような鯉の放流は、ブラックバスの放流と同様の問題を抱えている。本種には低温に対する耐性や雑食性、さらに60センチメートルを超える大きさにまで育ち、大きくなると天敵が、ほとんどいなくなるといった特徴がある。こうした特徴はいずれも、侵略的外来生物に共通するものであり、実際国際自然保護連合では、鯉を、 世界の侵略的外来種ワースト100のうちの一種に数えている。特に鯉を食す習慣のない北アメリカでは在来の水生生物を圧迫するまでに繁殖している。人為的放流を禁じている州もあるほどで北アメリカ以外でも猛威を振るっている例が報告されている。アメリカ合衆国では中国原産の鯉である白蓮と国蓮が古代湖周辺に進出しており、 これが五大湖に流れ込んだ場合、五大湖固有の魚が駆逐される可能性が指摘されている。野生種本来の分布域に生息する個体群は河川の回収に伴う生態系の破壊や、他地方からの移入個体との交雑による遺伝子をせによる在来個体群の絶滅が危惧されており、2008年に国際自然保護連合により気球に指定されている。 食材としての鯉は、福島県からの出荷量が最多で、鯉イ馬煮、甘露煮にする。稀に鱗ロコをから揚げし、スナック菓子のように食べることもある。また、洗いにして酢味噌や、わさび醤油をつけて食べる例もある。しかし、生食や加熱不完全な調理状態のものを、接触すると、緩急中や、有極顎口虫による、寄生虫病を発症する、可能性がある。 捕獲した鯉は、調理に最取きれいな水を入れたバケツの中に半日から数日ほど入れて、泥の匂いを抜く。捌くときは、濡れた、不均等で目を塞ぐと大人しくなる。卵巣は、ゲオスミン屋にメチルイソボルネオールを作り、これが魚の皮膚や血合い肉に濃縮される。このゲオスミンが、鯉やナマズなど水底に住む、淡水魚が持つ泥臭い匂いのもとでもある。ゲオスミンは、 酸性条件で分解するので、酢など酸性の調味料を調理に使えば、泥臭さを抑えることができる。日本海から離れた地域では、古くから貴重な動物性タンパク源として徴用され、将軍や天皇に出される正式な共和料理や、日常的にも、刑事、祝い事の席などでも利用されてきた。卵を持つマコモチの馬にあらいの切り身の見た目から、 メスの方が重宝される。かつて酒やブリの入手が困難であった。内陸地域では、おせち料理の食材などとして、今日でも利用されている。山形県米沢市では、米沢上杉藩政時代の旧代藩主、上杉春則が1802年に、相馬から鯉の事業を取り寄せ、陶器間のタンパク源などとして鯉を買うことを、奨励した。各家庭の裏にある、 台所排水用の小さなためで台所から出る米粒や野菜の切れ端を餌にして蓄養した。同様の条件で養蚕が盛んだった福島県郡山市では蚕のさなぎが餌とされ、やがては生産量2本一にまで成長した。現在の養殖では主に農業用のため池が利用されるほか、長野県作地域では稲作用水田も利用されている。 食生活の変化から需要の減少とともに全国の生産額は年々減少し1998年には3億6千万円ほどであったが2008年には1億5千万円余りまで減少している中華人民共和国中華料理では三島省に濃い一尾を丸ごと唐揚げにして甘酢あんをかけた料理東釣り魚があり日本でも 代表的な宴会メニューの一つとなっている。中国では、年始の備え物や食べ物として、カワウオを用いることが多く、最もポピュラーな魚が鯉である。ヨーロッパ鯉は、中央や東欧では、古くからよく食べられている。特に、スラブ人にとっては、鯉は、聖なる食材とされ、ウクライナ、ポーランド、チェコスロバキア、ドイツ、ベラルーシなどでは、 伝統的なクリスマスイブの夕食には欠かせないものである。東欧系ユダヤ教徒が安息日に食べる魚料理、ケフィルテフィッシュの素材としても、鯉がよく用いられた。しかし北米では、鯉は水底で餌を漁るために泥臭いとして敬遠されており、釣りの対象魚とはされても、食材として扱われることは極めて稀である。ヨーロッパでは、鏡鯉から食用に、 品種改良され家畜化された鱗のない鯉、川鯉と呼ばれる鯉が使われる。食中毒鯉の胆のは苦く、解体時にこれを潰すとみに苦みが回る。胆のには鯉毒が含まれている場合があり、接触により下痢やおうと、腎不全、肝機能障害、痙攣、麻痺、意識不明を引き起こすほか、稀に死亡例もある。その反面、 視力低下や霞目などに効果があるとされ、鯉ンという生薬名で錠剤にしたものが販売されている。月岡義都氏が金太郎堀魚中国では、鯉が滝を登り切ると竜になる、東竜門という言い伝えがあり、古来と尊ばれた。その概念が日本にも伝わり、江戸時代に武家では、指定の立身出世のため、武士の庭先で丹後の節句あたりの梅雨期の雨の日に、 恋を模した恋のぼりを飾る風習があった。明治に入って、市民平等政策により武家身分が廃止され、恋のぼりは一般に普及した。現在では、グレゴリオ歴5月5日に引き続き行われている。また比喩的表現として、将来、有能、有名な政治家、芸術家、役者になるため最初に通るべき関門を登竜門と指して言うこともしばしばある。 日本初期第七巻には、慶光天皇が美濃に行行した時、美女を見染めて求婚したが、彼女が恥じて隠れてしまったため、恋を池に放して彼女が恋を見に出てくるのを待った、という説話が出てくる。日本では、古くから女性が健康のために恋を食したという伝説や伝承があり、妊婦が酸っぱい恋を食べて健康になり、無事、安産できたという伝説もある。また、 誤算の後に鯉を食べると母乳がよく出るという伝承も見られる。こうした話は東西を問わず内陸地には多い伝承である。ありがとうございます。